それでは12レース7番埼玉の平原浩太選手です。ダービーを走って手応えどんな感じだったですか？そうですね、なんか自分の中では調子悪い感じじゃなかったんですけど、思うようにレースできず悔しい思いですね。そうでもね、調子の方は、まあ、展開だよね、あれね。いや、まあ力がないって言ったらないんですけど、そんなに感じ悪い感じじゃなかったですね。はい、ダービーの決勝を見ててどう感じた？いや、もう、個人としては悔しさしかないですけど、脇本が強いですし、近畿のワン、ツー、スリー、フォーっていうのもちょっと異常な結果だなと思いましたね。近畿のラインを見ててさ、どうしていかなきゃいけないって思うとこあった？いや、自分ならこうするなっていうような、いろいろこう思いを巡らせながら見てましたけど。関東もああいうラインができるといいね。いや、羨ましいですね。いや、これから育てていきたいと思うんだけど、中4日だけど、調整の感じはどんな感じだった？練習もしてきたし、ちょっと物足りないなと思った部分はしっかりやってきました。それではじゃあ慶応学のファンの皆様に一言お願いします。はい、慶応学毎年呼んでもらって、まだ優勝したことはないんですけど、優勝目指して頑張りたいと思ってます。応援してください。ありがとう。ありがとうございます。頑張ってね。その優勝は全部私にいただいたんですけど、本当平原君のおかげなんで、今回は平原君にまだ頑張ってもらいたいと思います。